こんにちは、雄大です。今回は視聴者さんから折りたたみ式のテーブルを作ってほしいとの依頼があったので作っていきます。子供が使うとのことなので、高さは26センチで、天板のサイズは40センチ ×91 センチです。ちょうどそのサイズのパイン修正材があったので、この上に杉板を乗せ、ダメージ加工もして、廃材風のローテーブルを作っていくことにしました。杉板をいろいろなサイズにカットし、パズルのように組んでいっています。一枚一枚色をわずかに変えたいので、何個か塗料を使いながら塗装していきます。こちらはヴィンテージワックスで、カインズというホームセンターで購入しました。色は焦げ茶でワックスなので触り心地は抜群です。こちらはワトコイルです。濡れ感があって木目を壊さずに浸透するのでお気に入りです。ダメージ加工にワトコイルはすごい合います。こちらはブライワックスのチークです。チークは初めて使う色なのですが、めちゃくちゃ気に入ったんでこれから使う頻度が増えそうです。古材の感じも出て木材がサラサラになります。
最後に足部分を作ります。なんか単純な計算が頭でできなくなると無意識にデッキに式を書いています。ガリレオ風ですが、ただの足し算です。デザインも最高でありがとうございましたという言葉もいただき、人に作るのって本当に楽しいです。家具などを作ってほしいという依頼は Twitter などの SNS のメッセージでお待ちしております。もし需要があればの話ですが作ります。